この度 NHK 党から立候補いたしました石井よしえでございます。不慣れなもので、選挙が初めてで、ここは生まれた場所の、私の生まれた場所であります、その北海道から初めての立候補をさせていただいたこと、本当に嬉しく思っております。私は生まれてすぐに東京の養女として、出されてしまったんですね。それで、他の皆さんのように恩返しをしに戻ってきたということではないのですが、知名度も知り合いもないこの北海道で、私は子どもの、個性や人権を尊重して、不登校や引きこもりのを起こさないようにするために、人材とか環境の設備を含んだ教育の改革を実現していきたいと思っております。教育といっても子ども食堂のような地域の空き家を利用してもいいと思いますし、ゆくゆくは北海道とても広い土地があるので、もし国会議員になりましたら、大きなドームみたいなスポーツ観戦のできるような、子どもだけではなくすべての方が来られる施設を作りたいと思います。で、そこの、すいません、そこの場所は、誰でも気軽に立ち寄れて、読書をしたり運動をしたり歌を歌ったりご飯を食べたり、動物や自然と触れ合ったり、みんなが笑顔になれるような温かいポカポカな日だまりのような、施設を作っていきたいと思っております。そこでは一人一人みんなが特性を、それぞれの特性を理解し合って、差別や偏見のない世の中にしていきたいと思っております。で、さらに子育て支援におきましては、貧困ですとか子どもの虐待などが大変問題になっておりますが、その対策といたしまして、フィンランドという国で大成功しておりますネオボラ制度というものを導入して、妊娠、出産、子育て、そして就学に至るまで細やかな、支援をしていけるような、一人で親御さんが一人で子育てや家庭のことで悩んで、不安になるようなことのないように、そのような制度で安心して暮らせる世の中を作っていきたいと思います。すいません、ちょっと原稿読みながらで申し訳ありません。あ、すいません、ありがとう。なんか、はい、私は、そうです、子どもが育ちやすい場所は大人も安心して過ごせる環境なのです。私は北海道にとっても新参者でありますけれども、
石井芳恵をここで改革、ここでの改革をに、すみません、どうぞやらせていただけたらありがたいと思います。北海道から日本を変えてい いきたいと思います。すいません、その仕事を石井芳恵にやらせてください。よろしくお願いいたします。